こんにちは、しんいちです。今回はノートを使った心のチューニング法を具体的にお伝えしていきます。まあ、その前になんですが、なんで心のチューニングが大事なのか。僕らがですね、日々生きていく中で精神性が高い状態の時もあれば、低くなっちゃう時もありますよね。なんだかイライラしちゃったりとか、なんか不安になっちゃったりとか、する時ってあると思うんですよ。でそういう時っていうのは往々にしていい仕事もできないし、時には誰かに当たってしまったりとか、家庭もねあんまり良くない状態になるわけですよね。良くない空気が漂ってしまうわけです。じゃあそうしないためにどうしたらいいのかっていうと、常に自分を、すごく精神性の高い状態にしておく必要があるわけですよ。高い精神状態でいられたら、誰かの幸せを祈って仕事ができるし、誰かの幸せを祈った状態で生きていれば、自分にもいいことがたくさん返ってくるわけですね。なんで、じゃあどうやったら心のチューニングができるのかっていうのを、もうすごい簡単な方法をお伝えします。それがノートを使った方法です。これは日々、僕は日記に書いているんですけど、3つのことをね、その日振り返ってます。1つ目が、達成です。その日達成できたこと。それから感謝ですね。感謝すること。その日感謝できることですね。それからあと祈りですね。祈りです。この3つを書いてます。それぞれ僕の場合は3つですね。これ3つ。祈りは1つだけやってますね。達成っていうのは本当に今日何か達成したことだったら何でもいいです。本当に些細なことでもいいです。例えば、なんだろうな。いや仕事で成果を上げたんだったら、営業に行って商談が成立したんだったら、制約が取れたとか、いいですよね。僕は営業マン時代やってましたよ。制約2件とか、そうですね。もう、大きいこと書いていくと、あんまり書くことなくなってくるんですよ。だから、達成したこと何でもいいんで、甘いものを我慢したとか、甘いものを我慢したとか、もうちっちゃいことでいいです、本当に。なんだろうな。優しくできたとか、人に優しくできた。電車でお年寄りに席を譲れたとか、そういうことでいいです、達成。で、感謝すべきこと。で、感謝も思い出していくと、本当にね、些細なことがいろいろ感謝すべきことだなっていうふうに分かってくるんですよ。で感謝すべきこと、家族が健康とか、まあ、自分も含めて家族が健康であるとか、あと何ですかね、あと何だろうなって思うぐらいがいいですね。3食食べれるとか、こういうのがいいんですよ。もしでかいことがあったらでかいことでもいいんですよ。感謝は、何かいいことをしてもらったとかですか。この制約したんだったらお客様と出会えた。お客様と出会えたとかですね。で、祈りに関して言うと、これも人の幸せを祈るってことが大事なんで、今日契約した
今日契約してくれたお客様自分に関わる、まあ、私に関わる、な幸せで、生きられますように。まあこういう感じですよね。お客様、まあ人の幸せを祈るってことを文字にするわけですよ。で一回ね見直していますね。上から制約2件取れた、甘いものを我慢できた、人に優しくできた、ここで自信が生まれてきます。家族は健康です。3食しっかり食べられる。お客様と出会えたことに感謝。もうここでね、本当に感謝の気持ちが湧いてきます。もう自信が生まれ、感謝が生まれる。あ、そうすると、すごいいい状態になってきますよね、だんだん。で、祈りですよ。みんな幸せになりますようにと。みんな幸せな状態でいられますようにと。そうするともう一気にね、抽象度上がりますね。自分だけとかの世界から本当みんなの幸せっていうふうに自分のステージが上がります。精神的なレベルが。でその状態で、眠りについたら、いい眠りにもつきやすいし、まあ、人の幸せ祈りながら眠りについたら、それはいい眠りになりますよね。ですとか、あとは、次の日にも引っ張りやすいんで、次の日いい仕事ができたりしますよね。またその瞬間まで、これをやるまではあんまり、なんか会社で嫌なことがあったりしてイライラしていても、こう達成したことを一つ一つ振り返ることで自分に自信が持てるようになるんですね。大丈夫だ、会社で怒られたとしても大丈夫だ、自分はこんなに達成してきたんだ、きっといけると、さらに感謝できるようになってきますね。であとは抽象度上がってくるんで、またリセットして次の日に備えられるし、心がチューニングされた状態になってきますんで、いい状態にチューニングすることができます。なのでぜひね、これ3つ、達成感謝祈りっていうのを、達成感謝祈りっていうのを、やってみてください。ここの数はいくつでもいいです、本当。まあ、ただね、この辺は3つぐらいがいいかなと思います。そんなに達成することって日々でかいことってないんですよね。だからちっちゃいこと、こういうちっちゃいのがすごい大事なんで、どちらかというと。何でもない日常に感謝できる精神状態になると勝ちなんですよ。勝ちっていうか、すごくいいんですね。普段散歩してても感謝できるようになってくるんで、こういうことですよね。何でもないことに自信を持つ材料に、変換できるわけですよ。こうやってると。なんでこれ、まあまあ10個とかやっても時間もかかるし、やめちゃったら意味がないんで、まあ続けられる数でやってみてください。まあ、祈りは1個で OK だと思います。よろしいでしょうか。達成感謝祈り、これね、本当、まず1週間でいいんで、ぜひやってみてください。まあ、できれば2週間やってほしいんだけど、2週間ぜひやってみてください。本当に変わりますから、もう、あなたちょっと変わったんじゃないのって言われると思います。で、変わったんじゃないのって言われたら、ああそうだな、変わったんだなと思って、またその日のね、達成とか感謝とか祈りのところに書いていってください。そしたらだんだん現実、目の前の現実が変わり出します。で、付き合っている人間関係も変わるし、
人間関係がもし変わらなかったとしても相手の対応が変わってきます。絶対に人生いい方向に動き出しますんで、本当に1週間2週間だけでいいんで、まずやってみてください。よろしくお願いします。あのやってみた感想などまたいただけたら本当に、ありがたいです。これ見てもらった皆さんがどんな風に幸せになったのかなっていうのは僕も知りたいし、やっぱりそういう、人にどれだけ貢献できてるのかっていう知ることが、僕の自分のモチベーションにもなるし、やっぱり喜ばれたらすごい嬉しいですからね。ぜひ感想いただければ幸いです。はい、それでは今回は以上となります。ご清聴ありがとうございました。